アームストロングホイットアースアーゴシー・オータム・ウィンター650アーゴシー・アームストロング・ホイットアースアーゴシーは第二次世界大戦後の英国の軍用輸送貨物機でありアームストロング・ホイットアース社が製造した最後の航空機である民間向けのオータム・ウィンター650と軍事向けのオータム・ウィンター660という二つの異なる形式名が与えられたが 双方ともに、アーゴシーという名で呼ばれた。また実質的に用途は、民間も軍用も同じで、機体も基本的に同一設計であった。1955年、航空省は運用要求323を発行した。内容は中距離輸送機の要求仕様であり、最大搭載量は 11340kg が要求され、4500kg。 キログラム搭載時には3700キロメートルの航続距離が必要とされた。これに応えて、アームストロングホイットワース社は軍用向けに、総発のオータムウィンター66を潜在的な民間需要に対しては民間型のオータムウィンター65を設計した。1957年の防衛白書は軍事予算の不足を示していたが、アームストロングホイットワース社は機体を 人民監視上向けに4発揮として再設計した。英国空軍で運用されたアーゴシーは69名の兵員、または48章の単価、または13トンの貨物が搭載できた。これは FV603 サラセンカフェルットのような装甲車や105 m、mm、m 榴弾砲かボンバット無反動砲のような火砲の軍事装備を運べることを意味していた。 最も早い配備は1962年で、中東の第105飛行隊、ベンソン空軍基地の第114と第267飛行隊であった。翌年には、第215飛行隊がシンガポールのチャンギ空軍基地でアーゴシーを受領したが、胴体は1967年12月31日に解体したので機材は、キプロス島のアクロティ空軍基地の 第70飛行隊に送られた。第70飛行隊はアーゴシーを輸送任務に使用した最後の飛行隊で、1975年2月に、胴体は機材をロッキード・ハーキュリーズ輸送機に更新した。アーゴシーの E1 型は1968年から1978年まで、第115飛行隊に配備されほぼ一貫して、コッテスモア空軍基地に駐留していた。 ニュージーランドのブレンハイムに展示されているアーゴシー ZK さえマーチャントエンタープライズ5アーゴシーは公翼配置の4発汎用輸送機で民間事業者数社へ供給された。1959年1月8日に初飛行を行いリドル航空とブリティッシュヨーロピアン航空向けに合計17機が製造された。アーゴシーは4機のロールスロイス526。 ターボプロップエンジンでロートル製4枚ブレードのプロペラを駆動した。尾翼は内側のエンジンナセルから伸びる2本のブームの上に乗っており、胴体後部の貨物ドアに直接荷物の積み下ろしができるようになっていた。この通常とは異なるポットとブームの構造により、さえずる手押し車という愛称を付けられた。アーゴ C の最大重量は 44000kg で、 ベイロードは 12,700kg であった。210ノットの巡航速度で 5,550km を飛行でき、65人を搭乗させることができた。後に、ニュージーランドのセーフエアで、チャタム諸島と本島の間で運用された2機には、余圧式の客室カプセルが装備された。10機の101型と102型、8機の200型が製造され、 200型は搭載量が増やされた上、標準型の貨物パレットが使用できるように前後の貨物ドアが拡大されていた。200型は最大航続距離を伸ばすために軽量化された主翼と、ロールスロイスダート532-1ターボプロップエンジンを装着していた。ニュージーランドでのアーゴシーの最後の飛行は1990年にセ府フエアにより行われ、 この機体は現在ニュージーランドのブレンハイムに展示されている。軍用のアーゴ CC-1 は、兵員と物資輸送のための中距離輸送機を構想しており、ビッカースバレッタの代替として設計された。660型は、設計の27ヶ月前に飛行した民間型のオータムウィンター650型を元にしていた。 生産された軍用アーゴシーの初航機は1961年3月に初飛行を行った。軍用モデルは気象レーダーのレドームで全部貨物ドアを塞ぎ、後部貨物ドアはローディングランプを組み込んだクラムシェル型に変更していた。パラシュート兵が飛び出せるように左右にドアが付けられていた。元からの頑丈な首車輪式の膠着装置のおかげで荒れた。 未舗装の滑走路でも運用できた。英国、バギントン近郊ミッドランド航空博物館のアームストロングホイットワースオータムウィンター650アーゴシー4機のロールスロイスダート101ターボプロップエンジンを装備した軍用のアーゴシーは民間用の101型の2倍の航続距離を持っていた。合計56機が生産された英空軍向けのアーゴシーは6個飛行隊を編成した。 うち3個が英国内に配備され、他にアデン、キプロス、極東に1個ずつ配備された。アーゴシーは経済的な観点から1975年に退役したが、これらの機体はスクラップにはされずに民間航空会社に売却された。1963年にホーカーシドレー社は参加の各ブランド名を止め自社の製品を ホーカーシドレー名で統一することにした。英空軍の飛行点検機の要求に応じて1971年に9機のアーゴ c c 1がアーゴ c e 1へ改装された。これらの機体は第115飛行隊により運用され、1978年にフォーカーシドレーオーバーに改変されるまで英国の飛行場で普通に見かけられた。ーゴ c c 1が 輸送任務から外された後で、数機が訓練軍団のために、広報誌の機上訓練機に改装されることが決まった。2機が、アーゴ CT2 に改装されたが、この機は成功策とはならずに、予算削減のためにプログラムは、キャンセルされた。XP411 はこのうちの1機である。ジェフォード、RAF スカドレンズハットジェフォード、RAF スカドレンズハット。ジェフォード ミッドランドエアーミュージアム2007年3月16日へ閲覧ありがとうございます。